レイルウェイズ49歳で電車の運転士になった男の物語は2010年の日本映画、西木織吉成監督の島根三部作の最終作。課題はバタデンであったが2009年7月29日の記者会見でレイルウェイズとして発表された。主人公、つついはじめは50歳目前の大手家電メーカーの経営企画室長。 取締役への昇進が内定するなど、東京で妻子と共に暮らす彼の人生は一見、順風満帆そのものだった。そんなある日、故郷、島根に住むはじめの母が倒れたという一報が入る。さらに、親しかったはじめの会社の同期が自動車事故で亡くなった。久々に帰郷したはじめは、家庭を帰り見てこなかった、これまでの人生、そして今後の人生について考えた。そして、 自分の子供の頃の夢だった、市畑電車の運転士になることを実現すべく、会社を退職し、市畑電車に中途入社することとなった。晴れて運転手となったのは、初めの他にもう一人、肘の故障で、プロ野球入りの夢を絶たれた、青年、宮田がいた。早くとして、南田祐介、土屋竹行も出演している。また記者会見のシーンに、安倍秀次が、 一畑電車役員の一人として出演している。本作は鉄道好きである安倍秀治による制作葬式の下細部まで鉄道の描写にこだわって制作された。3年近くをかけて部外者が立ち入れない運転台などで撮影する許可を監督官庁から取り付け、一畑電車、一畑電気鉄道、京王電鉄の全面的な協力や島根県、松江市、出雲市など、 沿線の自治体、団体の支援を得て、ロケが実施されている。美術スタッフによって、ロングシートへ改装された、車内、中井木市と並ぶ、もう一つの主役である、デファ十52.53は、お座敷列車に改装された状態で2009年3月29日をもって営業運転を終了していたが、本作の撮影にあたって、ロングシートへの改装が行われている。 その上で2009年8月に撮影のための本線走行が実施されているのだが中井良俳優たちは公主電気車運転免許を取得していないため実際に運転するわけにはいかないそこで美術スタッフが作ったマスコンハンドルやブレーキハンドルを俳優が握った上で巧妙にカットをつなぎ合わせて運転シームを作っている安倍は本作についてここまで鉄道をモチーフとした 鉄道映画と呼べそうなものは初めてと語り、鉄道映画というジャンルを確立したいと今後に向けて構想を練っているという。宮田役を務めた三浦隆次の父である三浦智和は、かつて小鹿物語でローカル線の運転士役を演じているため、事実上親子二代で鉄道車両の運転士役を演じた間柄となっている。三浦智和は、 デイルウェイズの続編の運転手役で主演することが決まっている。また、本作主演の中井貴一も、かつて迷路の歩き方で、地下鉄の運転手役を演じている。デファニ52.53の他に、日本全国の201スクリーンで公開され、2010年5月29日30日の初日2日間で動員78,367人、公衆級。 0710004、700円になり、映画観客動員ランキングで初登場第5位となった。また、ピア初日満足度ランキングでは第2位になるなど、年配者を中心に幅広い世代から好評となった。また、本映画の舞台となった、市畑電車の利用者数も、試写会が行われた頃から次第に利用者が増加し、2010年5月から9月までの、 定期外利用者数は前年と比較して10%増加となった。日本映画をフランスに紹介する木の太夫映画祭に出品され最優秀賞を受賞する。第1回ロケーションジャパン大賞の映画部門では準グランプリを受賞した。また三浦隆次第はこの作品で第34回日本アカデミー賞新人俳優賞、第35回放置映画賞新人賞を受賞している。 2011年2月13日には、第2弾となる、レイルウェイズ愛を伝えられない大人たちへ、が、富山地方鉄道を舞台として制作されることが、発表された。2018年には、第3弾となる、家族色レイルウェイズ私たちの出発マイナスが、必殺オレンジ鉄道を舞台として制作されることが、発表された。2010年10月14日に、小畜から DVD ブルーレイが、 同時発売された。いずれも本編ディスク、特典ディスクの2枚組である。また、通常版の他に DVD ブルーレイ合わせて5253個限定の豪華版が発売される。松竹によれば、放課の映像化作品で初の DVD ブルーレイ同一価格発売となる。本編ディスク特典ディスク豪華版の付属物本作の レンタル版には秘密結社高の爪の吉田くんによる応援メッセージムービーが収録されている。この映像は、東方シネマズ、広島緑の支配人が、西木織監督の舞台挨拶時に、サプライズとして上映するために作られたもので、島根県出身のフラグマンからのメッセージを、吉田くんが代弁するというもの。2010年4月6日に、 小学館文庫から小林博都氏による完全のベライズが文庫本で発売されている。ありがとうございます。